わ自転車の人になんか言ってる。はい、こんにちは、いちご豆腐です。それではグランドセフトオート5クリア後実況続きからやっていきます。あれ、またナイジェルのミッションですね。何かなって思ったら、じゃあちょっとここまで行ってみましょうか。行く途中にレースとかあったらやってもいいかなって思ったけど、なさそうなので、そのまま行ってきます。ここ元先何どうしたの。はい、何を待ってんの。 He's making such a fuss, these celebs. Oh, they're not like you or me. Ah, apart from you, Jock. Would you go and get him one of his favorite pizzas? 誰、あ、監禁してる人。 I mean, he hasn't eaten for a few days. You've kidnapped a major movie star, okay?Now, you can either leave him somewhere and hope he's been sufficiently scared shitless to stay quiet, or you can send him on the kind of trip he won't come back from. Oh, a trip! Such fun! Oh dear, what a palaver this is! Decisions, decisions! If you could just handle this, Jock. え、君のって言ってんの？トレバーに。Al is in the boot of the car. You'd be doing us such a favor.I'm really not one for goodbyes. え？殺しちゃうの？トランクに入ったまま、もしかして、え、どういうこと？え、このトランクだったっけ？あれ、このカラムラだったっけ？乗ってる。うわー、老夫婦、夫婦じゃないや、あのイギリス人のおじいさんとおばあさん、ひどい。自分の手を汚さずに、え、でてかお水とかあげないと。どっちにしても死ぬから水をあげなくても、この物をあげなくてもいいってこと。え、かわいそうだよ。他の選択しないの。フランシーは車を止めて彼を解放しろ。え、それじゃあ解放する。だって殺す必要ないもん。じゃあちょっと待ってちょっと会話聞いて、会話聞いて止めるか。うん、あ、じゃあ外には出してくれたんだ。え、この人何もしてないよね何も悪いことしないよね。Other than a cheeseburger, a cold beer, and you shutting the hell up, I'm all good.確かに。One, I'm a bad person. Two, understand that love takes many forms. And three, most importantly, you've seen all our faces. I've made the mistake of not tying up loose ends once before. We both know you'll go straight to the police. I won't. I fucking swear it.じゃあ解放してあげるね。私はそんなひどいことしないからね。よし、じゃあ目的地の前だけど、はい、歩いてトランクに近づくとアルディナポリを解放する。 I've decided to accept your kind offer on the understanding that you keep your mouth shut
Unless, of course, you want to be returned to Sir Fruitcake and Lady Skrulu's back there. No, 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 I promise to take it all. Just let me go. Hey, keep making terrible movies, Al. 災難だったね。ありがとう、1万ドル。1万ドルは100万円か。え、あの老夫婦痛めつけた方がいいんじゃない？でももうないかな。殺すっていう選択肢もあったってことは、どうなんだろう。あ、このレースが近いのでここに行きましょうか。こっちもなんかあるの。じゃあここに行ってこようかな。特に他になんかミッションとか出てないし、じゃあここに行ってきます。ん、なんだ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 、どうしたの。トレバーだったらこっちを攻撃する。と思う。よし。あの、助けたんですけど、お礼とかはなしですか？やばい。見つかる。見つからない。ここはもしかして、壊滅に追い込んだ、ロストかなんかの場所じゃない？わーん！撃たないでよ！うわーうわーうわー、ひどいよ、コロコロしてるのに。はい、ちょっといろいろありまして、ここまで来ちゃったので、来ちゃったっていうか送られちゃったので、飛行機のレースをやってみようかな。あっちか。この車もらおう。よいしょ、ください。これもデクラストルネードなんだね。すごいボロボロだけど。というわけで、ここかな？S だよね、多分。スタント機チャレンジ。はい。は。じゃあ、これやってみましょうか。滑走路から離陸し、ちょっと待ってね。ねえ。なんか音楽欲しいね。はい。はい。なんか微妙な音楽ですね。OK。これは簡単だと思う。多分。あれ？次あそこか。天候もいいし。あ、この形でくぐるってこと。え、これ難しい。やばい。赤。これ難しいわ。アンダーザブリッジっていうのもやりたいですね。よし。
下、下こっちじゃん。ちょっと待って、はいはい、ふう、こうですか。ちょっと待って、やばい、ちょっと待って、やばい、あー、ちょっと待って、やり直したい。やり直しはどうすんの。はっ、こうね、オッケー。これ直線でこう回転すればいいと思うんですよね。で、次はどこ、次はどこ、あった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 、ふう、スタンドをこなしてきましたよ。ここは行くか。え、次どこだ。うー、あっちか。間に合うかこれ。ちょっと怪しいな今の。はい、よし、できた。全部スタンド成功した気がします。え、シルバー、え、シルバー結構頑張ったのに。よし、じゃあ次これやります。うんうん、これもスタントしないといけないのかな。あ、スタントあるね。いや、山は難しいぞ。これは右に回転。次はこっちか。こっちですね。結構上手くなったんじゃない？スタントも。これは上下逆。よし、戻す。よし、ボーナスがもらえるのか。真ん中をくぐると、これでゴールドかどうかが決まるんですね。なるほどなるほど、これは簡単だぞ。もう一回上下逆がある。あ、これ上下逆のまま行くしかないな。ちょっと待って、どこだどこだ、ミスだった。ん、こっちだ。まずい、無理やりすぎる、あっかん。ちょっとやり直していい？危ない、ちょっとそっからスタートしないでよ。よし、ここだね。もう早めに回転しといて、いけるか。あぶねえ、危ない、いろいろと危ない。あ、これ真横、真横いける。よしよし、ふう、ちょっとこっちですか。うん、危ない、あ、外れた。ペナルティプラス5。外れてもまあいいのか、時間が増えるだけで。ふう、難しかった。よし、ちょっとフラフラだったけど、じゃあ次、これ複数の橋の上や下を通過しながらレースを繰り広げる。レースか。レースって言っても私しかいないじゃん。危ないもんね、だって飛行機でレースなんかしたら。だってさ、同時にさ、この橋のところをさくぐったら危ないじゃん。てかこれ車走ってる人からしても迷惑だよね。こんなこんなとこ、あっ
迷惑だった。よいしょ。ふらふらしちゃうのが良くないな。危ない。スタントもやるんですか？うわ、難しい。危ない。ああ。どっちだ？どっちだこれ。あった。まあいいや。スタントしながらっていうのが難しいよ。こっちだ、こっちだ。あー難しそう。絶対激突する。これスタントでくぐるの？危ない。あーふぅ、ハラハラしますね。見てる人もハラハラするかな。ここね。オッケー。こっちどっち、こっちだ。やばい。やばい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 。う。次の場所が分かんなかった。この後です。これで、で上昇してゴールドいけるか？いけないな。いけないで、開ける？いけなかった。ダメだ。ふう。難しい、ゴールド取るの。難しかった。よし、じゃあ次これ。あ、綺麗だね、夜、空港。いやーこれ、車とかさ、飛行機とかさ、乗り物好きな人にはたまらないゲームですね。好きなだけ乗れるもん。よし、だいぶスタントにも慣れてきました。やっぱこういうのは慣れが最大。でも現実世界でやったら命が何個あっても足りないけど。フライトシミュレーターとかでやってんのかな。どこだ、え、どこ、え、どこ、え、どこ、次で、よし、どっちですか？こっちか。障害物が周りに何もない、こういうちょっと高いところを運転してるのは落ち着きますね、心が。これは違うか。す、よし。わあ、
またスタントだ。いけるかな。ビルの間か。す、ナイフエッジ、ナイフエッジとは、待って、あ、危ない、ちょっと待って、いけるかこれ。あー、ここで上下逆？よし、いい感じ。まだゴールじゃないの？結構ギリギリすぎません？え、これダメ？早すぎた？曲げるの。ペナルティって出てたね。若干角ついてますね。海は重いのかな。ワン、シルバーだ。はい、まあ、あの横に回転するやつが成功してても、成功ゴールドだったかどうかは怪しいですけど。じゃあ最後、アウティチュード、急激な高度の変化に対応しながら山岳地帯でレースを繰り広げる。勝った。わ、やばそう。もうこの時点で、木にぶつかったらダメだよねこれ。まさかここでもスタントをやれって言うんですかね。ちょっと一瞬カクつくのはやめてください。全然しまいます。はい、あれ、これ今のところ簡単じゃない？どこだ？うわ、こんなとこ。なるほど、よし。あ、ちょっと難しいこれなんかスピードが速く感じますね、山に沿って下っていくとき。スピード一緒のはずなのに。一緒だよね、レタースタント。どっちだ、左か。うん、若干風に揺られるな。よし、どっち、こっちはもう左ね。 OK、 よいしょ。危ない、うわ。よし、だいぶ上手くなったんじゃない、最初のフラフラに比べたら。よし、上行って下行って、なんかね、ヘッドホンが壊れてるのかね、右耳からしか音が聞こえなくてね、ちょっと気持ち悪いなんでだろう。だいぶ長く使ってるかな、このヘッドホンも。4年くらい使ってるのかな。もちろんイヤーパッドとかは書いてます。これはこうだね。どっち、電池がわからない。チェックポイントミスした。はい、だってわかんなかったんだもん。よし、できた。疲れた。終了。はい、もうと、トレバーごめんなさい、あのわからないんです、そこまでだ。
これはマイケルに来てたのと一緒かな。いやこれわかんないんだって。どこだろう。ここじゃなくてこの辺かな。この辺、この辺怪しいですね。とりあえず今回はこの辺で終わりにします。ご視聴ありがとうございました。